ボーイング777を着陸させるパイロット、ステライルコックピットルールは、アメリカ連邦航空局が、すべての航空機乗組員に対して定めている規則の、通称である。この規則は、航空機が、上空3050メートル以下を飛行中、または、地上走行中の場合、操縦室では業務に必要ない会話は禁止し、また緊急時を除いて客室から操縦室への、 連絡を禁じるものである。通常、上空3000メートル以下では離着陸の準備が進行している。ここで作業に不要な会話や注意をそらす事態が起こると事故の原因となる。FAA は乗組員によって引き起こされた一連の事故の調査を終えた後、1981年にこの規則を定めた。この一連の事故のうちの一つが1974年に シャーロット・ダグラス国際空港への着陸侵入中に墜落したイースタン航空212便墜落事故である。アメリカ国家運輸安全委員会は事故原因としてノームにより視界が悪い状態での景気着陸侵入中に乗組員が世間話を行い注意散漫になり機体高度の確認を怠ったためであると結論付けた。2009年に発生した コルガンウェア3407便墜落事故も同様である。ステライルコックピットルールを遵守しなかったことと、注意3番による事故例として、ビデロー航空710便墜落事故がある。この事故では、機長が飛行中にもかかわらず、乗客を操縦室に招き入れていた。乗客との会話に気を取られた機長は、最終アプローチ中に機体を低空で飛ばし、機体は山に激突した。 航空機が登場した初期、パイロットは操縦以外の行為について実行する機会はほとんどなかった。オートパイロットや空中衝突防止装置などの飛行支援装置は一切ないため周囲に常に注意しなければならなかった。また、風防のない機体では風とエンジンによる騒音が凄まじく他人の声を聞き取ることは困難だった。後に、 景気飛行方式が確立されると、パイロットは景気表示に従って操縦するようになり、景気気象状態で操縦に集中することとなった。1960年代、航空技術が発達し、ジェット機時代に突入すると、操縦の快適さやエンジン騒音がオフィスレベルまで下がった。自動操縦装置の導入、機内食の充実、軽食や、 新聞のサービスの導入などにより操縦に対するプレッシャーは低下し、快適性は格段に向上したが、同時に注意散漫になりやすくなった。ブラックボックスの導入により、航空事故調査機関による事故調査と問題評価、航空当局による規則改正に対して重要な役割を果たすこととなった。有志気象状態以外の気象状態で視界が不良となり、 パイロットがケーキに頼って飛行しなければならない状態。ありがとうございます。